スマホのカレンダーも昨日の日付だし、テレビも昨日と同じのがやってるんだよ。どうやら俺ちゃんたち、昨日の朝に戻ってきちゃったみたいですね。それって、タイムリープしてるってこと？ブラックチャンネル。うわー！敵3体同時撃破した！俺すっげー！見た？ブラック！見ました。クソザコのサトシ君にとってはまたとない奇跡です。クソザコ言うな。あー、今の録画してればよかった。実況動画にしたら絶対バズったのに。小学生ゲーマーが見せる奇跡の神プレイとかってさ。正直そこまでのプレイじゃなかったですけど。じー、サトシ、明日休みだからって夜更かししないの？せっかくの金曜なのに。ダメ、もう寝なさい。チェサトシ、もうまだ寝てるの？土曜くらい寝坊させてよ。何寝ぼけてるの？今日は金曜日でしょ。学校遅刻するわよ。金曜日？ループする世界。スマホのカレンダーも昨日の日付だし、テレビも昨日と同じのがやってるんだよ。ふむ、どうやら俺ちゃんたち昨日の朝に戻っちゃったみたいですね。ブラックが戻したの？いいえ。じゃあなんで？俺ちゃんにもわかりませんが。サトシ君、チャンスなのでは？チャンス？昨日の朝に戻ったということは今晩またゲームで。そうか、またあの神プレイができる。神プレイかどうかはさておき、そういうことです。よし、今度こそバッチリ動画にするぞ。このタイミングで、うりゃりゃ、やったー。昨日と全く同じですね。録画も成功。サトシ、明日休みだからって夜更かししないの？明日編集して投稿しよう。楽しみだな。繰り返される金曜。サトシ、もうまだ寝てるの？土曜なんだからいいじゃん。何寝ぼけてるの？今日は金曜日でしょ。また戻ってる？撮ったはずのゲーム動画も消えてた。同じ一日を繰り返してるんですね。タイムリープってやつです。せっかくうまく録画できたのに。ブラックじゃないなら誰の仕業なんだよ。さあ、他の悪魔ですかね。だったら探し出して懲らしめてやる。サトシ君、探せるんですか？うん。ですよね。黒幕探しは俺ちゃんがやるので、サトシ君はループを抜け出す儀式をやったらどうでしょう。儀式？はい、まずは逆立ちで投稿。わかった。朝の挨拶はあっかんべえ。よし来た。授業は空気椅子で受けましょう。ガテンだ。なんか今日のサトシ変じゃね。こんなんで本当に抜けられるの？ガテか。いいからいいから、俺ちゃんを信じてください。何百回目の。サトシ、もうまだ寝てるの？まただ。また同じ金曜日。サトシ君、ゲームするのやめたんですか？神プレイ動画投稿するんでしょ？何度撮っても寝て起きたらループしてなかったことになってるもん。頑張るだけ無駄じゃん。わからないですよ。今日はループから抜け出せるかもしれません。そんなこと言って、もう何日目だよ。まだほんの数百日じゃないですか。俺ちゃんからしたらほんの一瞬ですけど。もう嫌だ！黒幕の悪魔はまだ見つからないの？うん、時間は十分稼いだし、もういいか。めんどくさいし、茶番はおしまい。ブラックじゃない？僕が君をこのループ世界に閉じ込めたのさ。またお前か！ブラックに化けてたなんて。毎度のことながら悪いね。これはブラックへの復讐なんだ。ブラックめ、僕の撮影を邪魔した愚かさを思い知ればいいさ。毎回言ってるけど、俺関係なくない？早くここから出せ！関係あるさ。
ブラックは君をネタにして撮影してる。なら君を幽閉してしまえば、ブラックは撮影ができなくなるだろう。君には永遠にここにいてもらうよ。そんな！助けに来ないところを見ると、さすがのブラックも、このループ世界には手が出せないみたいだな。いい君だ。何か勘違いしているようですが。ガカ！来ないのは、来られないから、とは限りませんよ。じいじいじい！ブラック！あと、別にサトシ君がいなくても動画は撮れます。そこをわざわざ言わなくてよくない？ループする世界の裏側を撮影させてもらいましたよ。あなたも懲りない人ですね。いっそこの世界ごと消えてもらいましょう。 This is エンターテイメントだ！まったく懲りない人です。今回もダメだったのか。翌朝。サトシ、もうまだ寝てるの？まったく、いくら土曜日だからって、あれ、ループから抜けてる！よかったですね。それにしても、逆立ちで登校、空気椅子で授業、あっさり騙されるなんて、さすがサトシ君です。そこ見てたの？最初から見てましたよ。すぐ助けてもよかったんですが、ネタになりそうだったので泳がせてました。マジかよ！もうちょっと尺があると最高なんですけどね。もう一回ループ世界戻りません？戻るか！この悪魔！悪魔ですが、何か？じいちいち！動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。